不倫は文化など芸能史を彩る発言を数多く残してきた俳優の石田純一トレンディードラマで一世を風靡しニュースキャスターも経験その一方で様々なニュースの主役にもなり2020年には新型コロナ禍での行動でバッシングも受けた芸能人に高い清廉性が求められる中石田は何を考えるのか家を売り車を売り 靴も時計も売ってずいぶんバカにもされましたけど迷惑だけはかけてないと今の思いをとろした絶対絶命の反省もう69歳ですか誰の年だとも思いますけどまあそれだけいろいろなことをやってきましたしいろいろなことも言ってきましたいわゆる不倫は文化発言もですけど この考えが正しいんだと押し付けるつもりは毛頭ありませんでした選択肢を提示するというか一つの視点のようなことを言ったつもりがハレーションが凄まじく大きかった実際オペラなんかでも出てくるのは何かある人間なんですよ道徳的に真面目な人の日常を書いてもあまり面白くないわけです分かっちゃいるけどやめられない。 そんな恋や道ならぬ思いに生きるから面白いのであってただ僕の場合はちょっとあれこれありすぎちゃったのでね自分で自分の首を絞めるようなことばっかりでしたけどこれまでの反省を一言で表すならば一番適しているのは絶対絶命でしょうねそもそも20代から役者をやって10年近く経っても全く売れなかった。 事務所からも「もうマネージャーになりなさい」と言われましたしねマネージャーという仕事が役者より上とか下とかじゃなくもう役者としては売れる見込みはないという宣言ですよねそんな中1988年にフジテレビのドラマ「抱きしめたい」で一気に流れが変わりましたそこで認めてもらって。 本来5話でお役御免になるはずだったのが最終回まで出ることになりました34歳からの役者人生のスタートです1997年からテレビ朝日で報道番組「スーパー J チャンネル」のキャスターもやらせてもらいました当時役者がキャスターをやるというのは異例だったんですけどその状況だったからこそ「不倫は文化」のハレーションが大きくもなった 近年でいうと都知事選の話があり新型コロナ禍でのバッシングがあり全部身から出たサビなんですけど本当に絶体絶命の連続でしたただなんとかここまで続けることはできましたその資質ですかそれがあるとすれば自分で言うのもあれだけど粘り強さですかね 限りなく無理に近い局面でも無理じゃないと信じる力というか最後の最後地球上で自分が自分を信じなくなったらもう終わりですから自分だけでも諦めないそれを心の奥底では考えてきた人生だったと思います不倫は文化発言の代償本当に首が回らなくなるような大変なことそれがあった後には 必ず次の飛躍するるステップがやってくるそれも体感してきましたそれこそ不倫は文化の時も仕事がなくなり引っ越しをするにも引っ越し代もない状況でした大家さんに家賃の支払いを相談するんですけど待ってくださいと言っているものの返すあてもないよくないことですけどもう人生を終わらせた方がいいんじゃないか そんな考えにも何度もなりましたただねそれが自分へのリトマス試験紙というかそういうことがあるたびにここを耐えられますかと何かから尋ねられている感覚があったんです自分は最後まで諦めないそうしていると本当にありがたいことに誰かが手を差し伸べてくれるその繰り返しでなんとか今まで泳ぎついた感じです 手を差し伸べてもらうコツなんてあるものではないしコツでやるものでもないでも結果的にそこに結びつく何かがあるとするといつでもどこでも誰にでもきちんと接するこれに尽きると思います何一つ変わったことではないんですけどそれをただただシンプルに徹底してやり続けるお仕事を一生懸命にやるのは当たり前それプラス 人とのつながりを絶対にサボらないもちろん人それぞれ考え方があるとは思いますけど僕の場合は本当にダメだと思った時に誰かが助けてくれましたきれい事を言うつもりはありませんけど一生懸命やっていると少しずつワクワクしてくるし一心不乱に取り組んでいると不思議と誰かが助けてくれるんですね以下はネチズンのコメントをまとめたものです 不倫は自由だとは思うが、それでもこの人くらいあっちこっちと目移りするなら結婚しなくてよいんじゃないかとは思う。とはいえ、それぞれ子供を設けて家庭を築く期間もあるので、彼らを否定できるわけでもないが、結局母らが必死に育て、この人は自由に暮らすという形、それが悪いわけでもない。 母たちはそれでもこの人と結婚したかったわけだからよほど魅力があるんだろう70歳に届く,くくらいになりようやく世の中が見えてきた感じですねアリとキリギリスのお話がありますが彼はキリギリスかな役者とか言ってますが役者としての印象はあまりないし印象に残った作品はちょいチャラい感じ 役者という職業でいろいろな役ができるほど技量もない基本は遊ぶこと恋愛してることが大好きですよねまだあと少し人生が残ってますがこれからどうなるのかは分かりませんがご家族のために人生を送ってくださいまずは目の前の焼肉屋の店長頑張って。 10年以上前に下町貿易ガード下の焼肉店でお見かけしたことがあります芸能人ぶった態度は一切なく店員さんにも謙虚に接していましたまた石田さんに気づいた我々にも気を使って石田さんからご挨拶と握手をしてくだり非常に真摯な方という印象を持っていますいつでもどこでも誰にでも きちんと接する、この言葉は本当にそうだろうと思います。これまでいろいろあったので、石田さんのすべてを肯定はできませんが、謙虚で真摯なお人柄は本当に素晴らしいと思います。またご活躍いただきたいです。迷惑をかけていない、と思っているのは本人だけでその周りで奥さん、子供さん、事務所にマネージャー、その時出ていた番組関係者。 迷惑かけたに決まってるでしょ家族だったら身内だったら迷惑じゃないのでしょうか今からまたモテ期という考え方自体この方がぶっ飛んでることを象徴していると思います人の人生なのでとやかく言う権利は私にはありませんが家族は大切にしてあげてください役者さんとしてもう少し映画とかに出ることはできないのだろうか 結構いい味を出すような気がする。リュウチシュウや鶴田光二用に年齢が上がると魅力が増した人も多い。ぜひ、本業に精を出してほしい。